ちは、水野優香です。あれ、なんか変な頭出しになっちゃう。すいません、こんにちはです。はい、今日はですね、12月っていうことでイベントも多いシーズンですし、最近ね、新しいコスメを何個かゲットして、それがね、めちゃくちゃ可愛くって、12月のちょっと華やかな整形メイクを紹介できそうだなと思ったので動画回してます。なんかね、ヘアバンドしたらすごい髪の毛がピョンピョンって短いからなっちゃうって変なんですけど、はい、こんな感じです。まずは私、ほんとやっぱもともとヤマンバギャルで、全体的に色黒の肌で、クマね、もうほんとクマめちゃくちゃコンプレックス。あとこのね、最近の悩み、こことかこことかにシワがね、ほんとに刻まれないように頑張ってるけど刻まれてきてる。もうほんとに40代中盤になってまだすっぴんさらしてるのって感じなんですけど、でもやっぱりね、30代後半、40代、50代って年齢上がるにつれてスキンケア頑張ってる人多いんですけど、結構メイク頑張ってない人ってめっちゃ多いなと思ってて、私もスキンケアは大好きなんですけど、メイクってで一番手っ取り早く可愛く化けれたり、なりたい自分になれる、すごい大切なツールなんですよ。なのでそれをね、紹介していきたいなと思ってます。なのでよかったら最後までご覧ください。まずね、最初はね、スキンケアで最近これむちゃくちゃいいっていうものに出会ったのでご紹介します。これファスでいいんだよね。このスキンケアめっちゃ良かったです。これね、ボーチェ11月号の付録でついてた化粧水なんですけど、これがね、めちゃくちゃいい。これ黒米発酵液というファス独自の成分が入っていて、ペプチド、ポリフェノール、アミノ酸、ビタミンなどを含む738種類の低分子発酵由来成分が配合されたローションになってます。これね、水を一切使ってない化粧水なんですよ。つけた瞬間はサラサラなんですけど、中に入ってく感じと、あとしっとり感がすごいんです。あとは次にエスティローダのアドバンスナイトリペア SMR コンプレックス、このスポイトタイプの美容液を顔全体に優しく伸ばしていく。もうこれ大好き。これやるとね、やっぱ肌がね、喜んでるの分かる。ハンドプレスしながら入ってるのを確認して、またさらにね、同じシリーズのクリーム、このねクリームもね、すっごい浸透力があるし、ぽってりしすぎてはないから結構伸びやすいテクスチャーなんだけど、すごくしっとり仕上がるのがわかるのと、こういうクリームってこってりしすぎてるとメイクした時に結構モロモロモロみたいなのが出ちゃったりするんですよ。ファスのこのクリームはそれがないっていうのも気に入っております。私のね、チャンネルで動画見てくださってる方は知ってると思うんですけど、スキンケアとか土台とかそういうものにはいいものを使いたい派です。ではメイクしていきます。まずはじめにね、若見えのポイントとしてカラコン、これね、ゆうこすちゃんプロデュースのカラコンなんですけど、はい、こんな感じ、すごくナチュラルじゃないですか。だけどほんのり薄く茶色の縁ができて、目がね、大きく見えます。うちの主人がカラコンやめなよ、本当に変だよって言わない限りは入れていきたい。それくらいカラコンは私の中で重要なポイントです。やっぱね、主人とか子供たちがね、嫌だっていうことはやりたくないので、そこはね、結構自分の中での限界として考えてます。下地は MAC のライトフルシープラスティンテッドプライマー SPF45 入ってるんで、日焼け止めは使わずもう下地。こんな感じで色がついているんですけど、私みたいなちょっと肌黒い人でもほんのり明るくなって、でしかもツヤが出るっていう、このマックのね、下地ね、めっちゃいいです。首ちょっと色違うじゃんっていうのを避けるためにここもね塗って、はい、こんな感じです。これは&Me のコンシーラーになります。ファンシーラーライトピンクとファンシーラーオレンジが入った商品で、河北裕介さんがおすすめしているこのオレンジのコンシーラー、これはね、クマにね、ほんといいので、ちょっとのせていきます。真ん中の指でスタンプ押すようにやっていきます。黒グマ、茶グマはやっぱオレンジが良きで、1回目のコンシーラーでこれ入れときます。あと今ね、顎ニキビもうほぼ治りかけなんですけど、赤みがあるので
これはこっちのピンク、こんな感じでスタンプをして、ここ全体にね、この一気に伸ばして綺麗にしていきます。ちょっと今ね、あ、白っぽいじゃんって感じだけど、これファンデーションのせちゃえば全然普通になるので、これでいきます。ファンデーションは今ね、ちょっとこの肌荒れしてたりとか、あとあんまり濃いものをつけたい気分じゃないので、最近使ってるのがナチュラグラッセのメイクアップクリーム N01。 これはね、メイクアップベース&ファンデーションっていう風に売られてる商品なんですけど、私はこれをファンデーションとして使います。大柄みたいな感じで顔にボンボンボンってのせて、まさにちょっと汚いんですけど、これが一番好きで、このスポンジで伸ばしていく、それが一番薄付きで肌綺麗に出来上がるなって思ってこれでやってます。でこのナチュラグラッセっていうコスメブランドは、あのコスメキッチンとかで買える商品なんですけど、石鹸でも落とせるぐらい軽くって、とてもナチュラルに仕上がるのですごくお気に入りです。で一応この中心から外に向かって伸ばしていくイメージ。年を重ねれば重ねるほどファンデーションとかは薄付きがいい、その方が時間が経ってもなんかシワとかになりにくくて良いかなと思います。はい、こんな感じでね、ファンデーション塗りました。この後お粉なんですけど、お粉はもう本当に乾燥するのでちょっとだけファファッとのせます。もうこれでいい、もう粉で乾燥はさせない。で次はですね、眉周りやってきます。ビセシェードトリック、シェーディング、薄いのと中間のこの色を眉頭のこの辺から入っていって、この三角地帯をしっかりとシェーディングしながら鼻先ここに入れます。こちらもプチプラのビセさんね、片方はチップ型のパウダーになってて、これね、片方はねちょっと太めタイプのアイブロウペンシルになってます。私結構眉毛しっかり生えているので、このパウダーの方でこの眉毛が生えてるところに沿ってパウダーで形をね整えていきます。でペンシルで眉尻とここの下部分を整えていきます。明るめの色のねアイブロウアイテムを使うと眉毛がボンとね主張しすぎなくていいなと思ってるので、明るい色味をこう使うようにしてます。で次にフジコのマジカルアイブロウカラーの、ね、すっごい細くて斜めになって使いやすいこのアイブロウマスカラで、眉頭は立てるようにキープしながら眉尻に沿ってカラーリングしていきます。はい、これでねほんのり明るくなってで整ってキリッとしたと思います。はい、次はアイシャドウです。アイシャドウはね新作コスメ、アンドビーと川口春奈ちゃんがコラボレーションしたアンドビースティックアイシャドウダスティーブラウンです。これ予約販売すぐ完売しちゃったっていう超人気アイテム、スティックアイシャドウになってて、こうやってね飛び出るタイプでも結構芯柔らかいのであんまり出さずに使った方がいいです。上まぶたのね際にもうガーって乗せちゃいます。で乗せたら指でね上に向かってねこうぼかす、ダスティーブラウンっていう色なんですけど、ワインレッドまでいかないかな、赤みのあるブラウンがねすごいシャレ顔になって可愛いし、これ伸ばすだけでね超簡単に上まぶたのアイシャドウできます。はい、こんな感じ。下にはねこっち下まぶたの目頭から目尻まで入れていきます。これはね本当に描きやすくてよれにくくてキラキラ感も華やかで大好きで、ちょっとこれだけだと目尻の色が足りないなと思ったので、スナイデルのテイラードカラーアイズ01のこの濃いブラウン、これを目尻に足していきます。はい、こんな感じでできました。お次はアイラインです。もういつも一緒でほっとごめんなさい。上まぶたの粘膜埋めて上ライン引いていきます。目尻はですねこちら使います。ミルクティーみたいな色のアイライナーです。これで目尻をねちょっとだけ延長します。私目が中心によってって目尻を足さないと顔のバランスが良くないので、これは結構ね自分の中で大事な一手間です。で下もちょっとだけ、これすごい薄いのでここに影を足しておきます。
はい、これでね一気に目力強くなったと思います。次はビューラーやっておきます。根元からしっかりまつげを上げていきます。でさらにケイトのラッシュマキシマイザー HP EX1、 これをささっと上まぶたにだけ塗っていきます。でこれを乾かしてる間にもう一回 &B のコンシーラーです。付属のチップがね、丸い可愛いスポンジのやつなんですけど、これでね、このまだね消えてない頑固なクマを消していきます。だいぶ違くない？私は色黒なのでこのオレンジが最高に浮かなくてお気に入りでございます。本当にいい。うん、本当はねここのコンシーラーいつもはなんかリキッドっぽいの使ってるんですけど、こっちのライトピンクでやったら意外とできたので、ブラシバージョンでここね三角形まずで細く入れて伸ばしていきます。もうね鼻筋にねコンシーラーやるのは多分私永遠に毎回毎日メイクでやってる。これやるともうほら、私鼻全然高くないんですけど、これで鼻筋すごい通ってる人になるんですよ。これトントンしてちょっとこの指に余ったコンシーラーで小鼻のここの線を消す。これねいっぱい塗るとよれちゃうんで、本当にここに残ったのだけちょっと足すって感じです。でこんな感じで立体感を出して、アイムミミのデュアルフェイスカラー、これ韓国コスメなんですけど、こっちの茶色がめちゃくちゃいい。顔に沿ってガーンと入れちゃう。でもガーンって、でそうするとこの V みたいになるじゃないですか。これをですねちょっとこういう固めのブラシでわーってぼかします。ちょっと自分のなりたい輪郭のところに影を入れちゃうって感じですね。これ結構本当に変わるから、ほらすっきりキュッて、あ V 字っていうぐらい顔すっきりしましたよね。ね、チークはですねカネボウのメディアのブラッシュアップチーク S、 もうほんとちょっとこうつけて手のひらでねちょっと調整しながら頬のちょっと高めの位置にほんのり、もうねチークは気配だけでいいんです。ほら血色感上がりましたよね。マスカラいきます。これもいつも一緒ですいません。オペラのマスカラは本当にブラシがちっちゃくて塗りやすいんですよね。しかもすっごくしっかりロングになって色も可愛いし大好き。あとはリップに行く前にハイライトでメリハリつけます。何回紹介してるんでしょうっていうぐらいの感じなんですけど、やっぱりボビーブラウンのハイライト優秀なんですよね。手でこの2色をミックスしながら頬のねここチークのちょっと上と目尻、ここと目のハの字のところ、ここに入れるとすごくねクマも隠れるし好きなので、あとここですね、ここに入れます。はい、あとはこの細めのブラシでちょっと取って鼻先と唇のこの山部分ちょっと高めの位置に乗せておきます。うん、これでツヤツヤいい感じで、リップメイクに行きます。キャンメイクのクリーミータッチライナーの09番、これこういう色、これをですねリップライナーの代わりに使います。まずねこの唇の山ここだけと口角が上がって見えるようにするために、ここはね口先女じゃないけどちょっと上げるの。これね外国人セレブとかめっちゃやってるんですよ。YouTube だから気持ちオーバーにやっとこうかな。動画だと分かりづらいですね。ここキュッと口角上がってるように入れます。あとは下唇のここだけ入れてこんな感じでリップラインを引きます。その後にこれも新しいリップ可愛いんです。アンドビーとね川口春奈ちゃんのコラボのリップ、シアーリップカシスブラウン。シアー感ありつつもしっかり色づくカシスブラウンなんですけど、この山のところの中央とこのリップラインを敷いたこの真ん中ここだけね入れて下唇の内側だけ塗ります。でさらにミュアイスのポッテリップオイル、
このね、リップをね、伸ばしながら全体につけてグラデーションにしていきます。口紅をベタって塗るとちょっと強い感じの口になってしまうから、透明のグロスでボリュームを盛りながらちょっと透明感を出すと、ヒアルロン酸入れたとか口角のボトックスとかやったみたいな、ガミラリップやったみたいな感じのリップになります。動かしてなくてもこのちょっと口角上がったような口になります。しかもいつもの私のボリュームよりもムチッとして仕上がるのですごくいいです。これでメイク完成です。ちょっと髪の毛がボサボサなので髪セットしてちょっと服着替えて完成形いきたいと思います。じゃねー。はい、メイク完成してヘアとファッションすべて整えてきました。どうでしょう。こんな感じでね、アクセをつけたり、こう今っぽいこのね、降りてるこの前髪とかをつけたり、今っぽいね、これプラスミーのひょうたんスリーブシャツなんですけど、こういうのを着たりすることですごくね、雰囲気出たと思います。もうね、ほんとね、ちょっと12月はイベントが多いシーズンじゃないですか。そういう時にメイクはいつもよりね、華やかに濃いめにしたいなと思ったので、このね、ちょっとダークブラウン系とかキラキラしたまぶたとかツヤのある肌に、あとボリュームリップ、すごく私的に気に入っております。なのでよかったらね、40代半ばでもメイク楽しみたいなっていう方は参考になったらとっても嬉しいです。では今日も水のゆかチャンネルを最後までご覧くださりありがとうございました。誰かのお役に立てたら本当に嬉しいなと思っているので、この動画が良かったよって思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタン、そして私のインスタグラムもフォローしてくれるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。